皆様ご機嫌いかがでしょうか竜神坊聖徳こと脇田直樹です、えー、私は25歳の頃より17年近く占いの方をやらせていただいていました占いの戦術というのは大きく分けて生年月日などからもともと持っている運を見るという名術そしてタロットだったり駅の税築を こういった道具を用いて運勢や対策を見ていくという牧術。最後にそのものの姿形を見て仏教を見るという創術。この3つがあります。よくこう家などの物件だったり不動産の方角配置などについて説明をするのはその中でも創術。創術の中の風水に該当します。 風水は古代中国の環境学とされてきましたが現代日本においても活かせる点が多々あるといえますそこで今回は風水で見る龍神様のご加護をもらう空間づくりと時間活用術についてお届けさせていただければと思いますさて龍神様というのはおいそれとアクセスすることはできない存在ではありますが 水,人水神様であるがゆえに私たちの暮らしには密接とも言えます水を大切にする生き方というのは地球環境に優しい生き方でもありそんな暮らしを思考していればおのずと視点や視座これが高くなって丁寧なものの考え方から日常生活だけでなく仕事やここ一番の時なんかも俯瞰する遠くに遠くから見眺めるということですね。 そうすることによって最良の選択をすることができるようになるはずです友人信仰というのは大自然に敬意を払うと同時に自分自身を収容する収めるという習慣術習慣行でもあるとも言えますそのためには大自然を大切にするだけでなく大自然の力を自分に取り込むことを 意識するという必要がありますそこで竜人のパワーを取り入れられる空間づくりと時間習慣を見ていきましょうまず空間に関して意識すべきは整理整頓と換気そしてお香を用いて場の気を整えることだと言えます整理整頓というのは風水の中の基本中の基本風水は大きく 二つの思想に分けられれるとされますそれは土地の起伏だったりとかあるいは水の流れを読むという乱闘という思想と天と地の間を流れる木,木を読んでいくという離期という思想です日本でも人気の流脈だったりとか流血と呼ばれるものは前者乱闘 の思想に通じます現在日本で風水と呼ばれているものは木流れを読むという校舎の力の思想に当たります風水というのは奈良飛鳥時代からこう日本に渡ってきたという思想なんですねそして日本の陰陽道の発展に影響を受けてあの仮想家,家の層なんかを見る仮想ですねこの思想など日本独自の発展を 遂げてていいっったた結果現在日本のの風水の形になったとされています例えば平城京や平安京江戸城などは風水に基づいて設計建設されたと言われていますより良い住居を選ぶための知識や技術としての古代風水、まあ、中国の風水が環境学として現代日本の風水思想につながっているということなんですそのため 風水的な観点からも整理整頓というのは重要な要素なんですそして同じくらい大切なのが実は換気なんですシンプルですが窓の2箇所を開け放って自然の風を家の中に取り入れる取り込むということで家の中の淀んだ陰気陰の気を流して空間エネルギーを循環させるということが大切です そして、換気の後は、例えば、白檀だったり、森林の香りを、こう、うっすら、ですよ、うっすら漂わせるために、お香を炊くということもポイントになります。昔から、お香というのは、神事と,と密接で、供養だけではなく、祈願だったりとか、吻行の際にも用いられるという神聖なものだったんです。今では、アロマだったり、芳香剤など、 様々なものががありますがお香にはその空間を浄化させて非日常で神聖なものにするという力があるのが特徴ですそして次に時間に関して意識すべきはタイミングと自然音ですタイミングというのは龍神様に関して言うと朝7時から9時の間の辰の国 ドラゴンタイムといいいう方もいらっしゃいますねこの時に太陽の気を取り込むという方法ですねで古来日本だったり中国ではですね十二地震という一日をおよそ2時間ずくに分けるという時報が用いられていましたそして朝7時から9時までもこの2時間は辰の国であることからドラゴンタイムと呼ばれています この時間帯は夜の陰の木から昼の陽の木へとエネルギーが切り替わるというタイミングであって良い運気を運ぶ、流脈、えっと、地中を流れている木のルートといったら分かりやすいですかね、流脈は。それが活発に動いていて、この活気、活発な木を取り入れることで開運につながると考えられています。方法は簡単で、この時間帯に 先ほど説明した換気をして朝日を浴びるというだけですそして自然音特に龍神様だったら雨音とかあと川のせせらぎの音とか滝の音こういったものを聞くようにしましょうこの時間だけは龍神と共にあるという世界観作りと意識の向け方というのが何よりも大切ですその際に、えー 瞑想ですかね。呼吸を整えて、えー、イメージングをする方法ありますよね。こういったことをするとさらに効果的です。他にもストレッチだったりとか散歩など軽く、軽くこう体を動かすということもいいでしょう。最もおすすめできること。これは自宅でできる水曜ですね。あのー、水曜と龍神様っていうのは非常に縁があって深くて 本来だったらですね、滝にこう打たれたりとか、この間打たれてきたんですけども、あと、えー、何でしょう、川とか海に入るということも、これはもう水用なんですが、荒オでこう身を清めて、シャワーなど冷水を浴びるというだけでも、これで十分です。朝、冷水を浴びることで、私たちのこう背中を流れている膀胱系というのがあるんですねで。体の水分調節に関わる部分、これを膀胱系と言います。 そしてその経絡体の各部をつないでいるまあルートいわゆる気結の通り道ですねこれが刺激されてさらにそれによって陰陽関係に対応する身体部位である人形こう老化と関係があるというふうに言われていますアンチエイジングですねこれが刺激されて先天的に持つ元気生命エネルギーこれが高まっていきますただ 慣れれなければこう辛いいとと感じる方も多いと思うので、例えば湯船にひとつまみのお塩だったりとか最近だと有名なのがエプソンソルト硫化ナトリウムですねこれを入れてでお風呂から上がる際に何というか冷水を浴びるというのもいいんではないでしょうかそしてその高まった木の元気のエネルギーが気経八脈体の中の太陽関係のない経絡のことを気経八脈と言いますこの 中の人脈特に下腹部から、えー、体の前前中心、前中心を通って走ってこう両眼両方の目に至るものそして特脈これは、えー、と下腹部に始まって背中から頭の正中を通って口に終わるものこの上に、えー、と中流流してで、えー、合気道合気でいうところの上虚果実 これ上半身はリラックスして余分な力が抜けている状態で丹田など下半身が充実している状態のことを上況、果実と言いますで人間の本来持っている力を発揮するのにあの非常に理想的な体の状態という心身の安定した状態が実現するんですねあの柔道とかあの武道とかされている人わかると思いますで聖火丹田に記憶のみなぎった状態が実現します 仕事をする前のちょっとした時間なんかをですねこれらの大自然のエネルギーをこう自ら取り入れるという竜神習慣に充てるというだけで毎日のパフォーマンスが大きく変わって強運体質になれるのではないでしょうか、はい、竜神様の力を得るために時の皇帝はさまざまな風水を取り入れてきました服飾だったりとか建築の様式など竜の文様を入れたり 方角、カラー、そして時間帯に関しても大自然のエネルギーを活用して権威をカリスマ性を維持したかったという歴史がありますで今に生きる私たちもそんな龍神様のご加護を得られるようなライフスタイルを試行してみるというのももしかすると自然と共に健やかに生きる一つの選択なのかもしれませんねそしてそれこそが運を高めるということにつながるんではないでしょうか はい、ということで、えー、今回も最後までご視聴くださり誠にありがとうございますこれからも本院が祀る龍神様についていろいろなお話をさせていただきたいと思いますよければチャンネル登録・高評価どうぞよろしくお願いいたしますそれでは来週も皆様に大自然の守り神龍神様のご加護がさんさんと降り続きますように。